なぜ？ミューズ解散発表前に映像流出、5日放送特番内容が注目で。ミューズ来春解散関係者によると、映像は中国の動画サイトから4日深夜に流出した。内容は5日午後7時から放送されたラブライブ。特番と同じだった。東京 MX の編成部は、ハッキングで流出することはありえない。原因はわからないと説明。さらに、流出したことはショックだが、今のところ法的措置などは検討していないとした。テレビ関係者は、収録した番組が事前にネットで流れるなんて聞いたことがないと指摘。東京 MX は流出の原因について調査をしている。音楽関係者は、今回の番組での発表内容は関係各社の間で慣行例を敷いていた。特番での電撃発表としたかったので残念だと語った。番組スタートより前に流出画像を見たファンは、ネット上の掲示板などに本物か、どう見てもミューズが話しているなどと、次々と動揺をうかがわせる書き込みをしていった。また、ラスト公演が4月1日のため、エイプリルフールで会ってくれと願うファンもいた。